岡山県吉備中央町で高齢者の声を取り入れて開発された EV 車両の運用が始まりました。過疎と高齢化が進む山あいの町の新たな移動手段として期待が高まっています。ゆったりスムーズな動きで人を運ぶのはデジタル技術を活用した EV 車椅子です。買い物に行く言うてもそりゃありて言うたら、まあ足が痛いけん歩けんのじゃ言う人はそりゃこれはいいわな。大変便利な機械だと思います。夢のようでした。90歳ですけど100まで生きてロケット乗って宇宙旅行したいです。今年3月国のデジタル田園健康特区に指定された吉備中央町、その一環として高齢化が進む新山地区で山口県の EV 車両製造メーカーが開発した EV 車椅子10台とマイクロ EV 三輪車1台が導入され運用開始式が行われました。高齢化率が 54.3% の新山地区は自宅からバス停までの移動手段がなく、巡回バスの利用も困難な状況になっています。そこで交通手段がないという高齢者の声を生かし、自宅からバス乗り場までの移動手段として操作も簡単な EV 車両が開発されました。いろんな方に対応できるモビリティというのをデジタルの連携基盤を取りながらですね、効率的に動けるようなそういう仕組みっていうのもから作っていきたいというふうに考えています。今後自動運転の開発も進むという EV 車両は過疎化が進む地域でのさらなる活用が期待されています。生活の利便性を高めていただくと、全国の困っている方の何か、いいモデルになればやった甲斐があるなと思ってます。交通の不便さなど地域課題の解決に期待がかかるデジタル技術の活用、新たな運用が広がりそうです。